ですね、レンタカーを1日1000円とか2000円とか非常に格安で貸すよというようなサービスを始めました。これは明らかにですね、高速道路が、まあ、今現状においてはその1000円かというような形に対するその対抗策だろうというふうに思っています。やはりですね、異業種であったとしても同じその交通という中にあって、鉄道、自動車、飛行機、またはその中にフェリーも入ってくるのかもしれませんが、そういうようなものがこれからまさにその資本主義社会の中でですね、消費者に対してより良いそのサービスを提供すると、そういうようなところが、企業として生き残っていき、そうではないところは衰退していくと。これは当たり前のその資本主義社会の中の世の中の、ルールであってですね、これを否定する人は誰もいないと思うんですね。よくあの高速道路を無料化するとですね、まあ、ここには書いてないんですけども、例えばこれまでその高速道路に勤めてたその料金収入員の雇用をどうするかとかですね、またはそういうその公共交通なり何なり関わってた人がその倒産なり何なりで失業したらどうするんだというようなことをおっしゃる方がいます。私はですね、そういうような、これは